密輸組織を見つけ出して取引現場を抑えろってことかしら。その仕事俺もかませてもらおう。ああ横取りする気か。そうは言ってねえだろうが。7年前その組織を追ってたんだよ。まだやってやがったか。何か因縁があるのね。いいわ、一緒に行きましょう。いいのかよルシー、お前の取り分がなくなるぞ。なんで私の分なのよ。俺の分はいい、お前らにやるよ。行き先は。よいしょっと。よいしょっと。何？グレイ、依頼のあった密輸組織とは何かあったの？取引現場を襲撃して組織を壊滅させた。ただそれだけのことだ。あいつら。もう二度とやらないと言っておきながら、また悪いやつなんでしょ。もう一度懲らしめなきゃ。ああそうだな、わかるまで付き合ってやればいい。ここにしましょう。行き先は。行き先は。よいしょっと。よし。
行くぞ。よいしょっと。ありがとう。あいつだ。あいつで間違いない。グレイ、本当にやっちゃっていいんだな。ん？ああ、思いっきりやってやれ。あの時の誓いを思い出させてやるんだ。やれやれ、お出ましか。痛いわよ。アイスメイク、アイスデイザー。よし、メイクカンマー！へ、楽勝だぜ。そこまでだ。お前はグレイ、7年前に死んだはずじゃ。そう簡単に死ぬかよ。それよりお前、なんでまた密輸なんて始めた？懲りたんじゃなく、それはお前が死んだと思って。はあ？それがどう関係すんだよ。まさか俺がいない。違う、そうじゃないんだ。捕まった後、足を洗って農家を始めたんだよ。事業はうまくいき、俺らは本当の家族のようになった。この幸せもお前のおかげだと報告しに行こうとしたが、私たちが天狼島で消えて目を覚ましてくれたあんたの恩に報いたいと思って資材を投じて捜索隊を送ったが見つからず、やがて。バカ野郎、それでまた密輸に手を出したっていうのかよ。こいつらはお前の家族なんだろ。なら守ってやれよ、悪の密。グレイ。まあ、お前らの気持ちは嬉しいけどよ。よいしょっと。おりゃ！やれやれ、お出ましか。痛いわよ。アイスメイクカンマー！よいしょっと。よいしょっと。
やれやれ、お出ましか。よいしょっと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 。よくやった。逮捕されちゃったね。もう悪いことはやめてくれ。大丈夫だろう。あいつらは悪い人。うん、そうだね。これにて一件落着。それじゃあ俺は次の仕事に向かうわ。次は熱
よし。ごめんなさい。え？よし。よいしょっと。帰ってきたぞ。強盗か。ひでえことしやがって。手紙や荷物を楽しみに待っている人がいるのに許せない。大変なことになっているようだ。エルザ、これってエルザが出るほどの事件なの？これには私の、いや、なんでもない悪事。敵は小規模ながら闇ギルドの連中だ。7年間のブランクが怖いところね。でも魔導士相手なら手加減はいらねえな。ようやく本気が出せる。あんたはいつも全力でしょうが。弁償で赤字にならないといいけど。ルーシーはいつも心配性だな。ちょっと。注意して進め。
いしょっと。わりゃ、よっしゃ、いっちゃいっか。痛いわよ。関東天輪の鎧アクレスオード、たあいもない。来たぞ。なかなかやるでしょ。よいしょっと。お宝だ。見つけたぞ、私の可愛い石。もとい、郵便物は返してもらうぞ。可愛い石？お前らみたいな闇ギルドには容赦しねえ。行くぞ。なんじゃ、やっちゃ。よし。わりゃ！切られたいものからかかってこい。
一緒っと。問題ない。幸い壊れやすいものではないんだ。あれ、エルザ、荷物が破けてるよ。あなた下着？これは確かに下着だが、決して可愛い下着ではないぞ。ただの下着。ああ、それが可愛いし。よし。よかった。郵便物には、それに届いた時の感動たらないわよね。自分で注文して何が届くか分かっていても。そうだな、私もこの仕事を達成できて嬉しく思う。裏には何も届いてないよ。ハッピーには今度俺が魚を送ってやるよ。うわーい、郵便って幸せを運ぶんだね。あんたたち同じ家に住んでるんでしょうが。